まあ、第2戦のコスタリカ戦、まあ、この予選の、3チームでいうと、まあ、勝ち点を上げやすい、まあ、相手なのかなともちろん思うんですけども、もちろんこの初戦のドイツ戦に引き分けるのか勝つのか負けるかによってもちろん戦い方は変わってくるとは思うんですけども、まあ、最終戦の、スペイン戦に望みをつなげたりいい形で持っていくためにこの2戦目も語っていきたいんですけども、じゃあまず清水さん、どういうか、まあ、はい、勝ち点3が欲しいのはお互い様なんです ね、コスタリカも日本立場的には、はい、で森保さんの今一番困ることは、はい、こう戦術を読まれることよりも、まあ、戦術は読みやすいんですけど、はい、すごく分かりやすくなったんですけど、うん、戦略をよこう見透かされることだと思うんですよ、ね、うん、だいたいこう前半我慢して後半に三笘とか入れていこうみたいな、はい、こう知り上がりみたいな、うんうんうん、そういう入れ方でいくんですけど、はい、その戦略を読み切られて、はい、で前半にこう勝負かけられてきたら、うんうん、アジアカップの決勝の繰り返しみたいな形で、もう早めに先制点取られて、それこそ取り返す力がないので、はい、このコスタリカ戦は相手ちょっと引いて守ってくるんで、はい、そういうカウンター仕掛けられる展開が嫌なので、あえて三笘先発っていうのはいいんじゃないかなっていう、うん、そう、なるほど、ちょっと戦略今固まりつつあるのかは違うんですけど、はい、三笘入れると良くも悪くも試合オープンになるんですよ、うんうんうん、そうですね、で変なとこで取られるし、うん、変なとこで突破もできるんで、はい、試合がすごい行ったり来たりで、うんうん、オープンになるんですよ。でコスタリカはやっぱこっちも勝ち点差本当に欲しいので、はい、あえてオープンにして0-0みたいな試合になりそうだからこそ、それをかき回して勝ち点を取りに行くっていうのは一つのアイディアかなって思ってます。なるほど、うん、4-3-3とかで最終予選みたいな形でなんかこうコントロールするのもありかなと思ったんですけど、うん、今のメンバーもそれほとんどないんで 4-3-3 組めるメンバーじゃないので、うん、はい、だったら三笘先発させて、うんうん、もうそういう殴り合いに持ち込む方が2戦目ありえるよね、いいかな、先発ありえるね、まあ、さっきの話じゃないですけど、はい、ね、メンバーをガラッと入れ替えるとするんだったら、うん、まあ、変えそうなところは確かにこの左サイド、うん、三笘選手、相手もちょっとびっくりすると思うんですよね、うん、絶対三笘ジョーカーって思ってるから、うんうんうん、一般の味方と一緒で、もあえて森保ジャパンになってから三笘を呼ぶようになって、一つよく聞かれるのは三笘先発がいいのか、うん、やっぱり途中からじゃなきゃダメなのかっていう、こう議論があるじゃないですか、ありますね、でも一回も使ってないんだよね、一回ぐらいか、1回先発ありました、ね、1回だったの、だもっと見せてくれないと、うん、やっぱ分からないよね、うん、どっちが、だから2回か、9月1回、6月も確か1回はありましたね、でもやっぱり三笘先発でやった時のこと、試合の落ち着かなさは絶対あるんですよね、うん、守備もやっぱ落ち着かないし、うん、ボール持ってもやっぱ落ち着かないっていうか、うん、こう激しくなるんで、まあ、それをでもあえて使っていくというか、うん、コスタリカ戦は、いや面白いですよ、面白い、面白い、俺はそれもいいと思う、ね、俺もスケース見てて、ね、ああいう気持ちいい日本っぽくない、ね、必ず前に仕掛ける、うん、突っかけるっていう選手って日本少ないじゃないですか、そうそう、見てればワクワクしますよ、うん、三笘選手、俺だから三笘にね、インタビュー行った時に、あれにそっくりなんだよね、オランダのさ、74年のワールドカップ、クライフヨハン・クライフの持ち方にそっくりだって俺、ね、うん、言ったことあって、うんうん、そしたらあんまりピンとこないんだよね若いからサイズとね、細さもそんな感じですよね、で持ち方で右足が多いしさ、はいはいはい、右のアウトでこうやってクロス上げちゃったりするからさ、うん、クライフってあの時代の中ではリズムでサッカーを捉える人でちょっと抜けてたじゃないですか、そうそう、で三笘もドリブルを自分で論文書いてとか、 それを徹底してとか、なんかそのちょっとキャラクター性が似てるところも今鳥肌立ちましたね、いや似てんのよ、はい、確かにそうなるんですね、本当にね似てるの、あのボールの持ち方とかね、姿勢正しくてね、あんまりこう前傾にならないでドリブルしてきたってね、そうそうそう、いやでもどうですか、まあ、三笘選手の先発もそうですけども、うん、小澤さんはこの2戦目は、僕2戦目はちょっと川崎フロンターレ組で固めて、はい、おー、なるほど、4-3-3のシステム、森田、田中を、うん、で僕は旗手メンバー入るんじゃないかってちょっと予想してるんで、はい、ここで急遽呼ばれて、うん、追加 で左サイドバックで使って、はい、まあ、確かにそうすると三笘を入れても面白いかなと思いますけれども、うんうん、情報入ってんですか、いや入ってない、入ってない、もうそこは木崎さんにお任せ、でも小澤さん4-3-3だとそのセンターフォワードの守備今まではめられた人って大迫しかいないんですよ、うん、だから大迫なんで外したんだって俺言ってるんですけど、4-3-3考えづらくなる、ゼロトップだから、ゼロトップゼロトップだと競られればもあるじゃないですか、4-3-3の場合の前線はどういう組み合わせになるんですか、上田ですね、あー、はい、なるほど、ね、うん、そうだね、まあ、今大迫の代わりしたら上田でしょ、まあ、今このメンバーそこかなと思ってるんですけど、ね、でも上田は比較的自分の動きとともにこの周りの選手の動き見ながら動いてくれるから、大阪っぽいことは大阪っぽいんだよね、まあ、できたらいいなって感じで思ってます、うんうん、でも正直コスタリカこうビルドアップ作り込んで、はい、こ うまく外されるっていうのはそこまでないと思うんで、うん、まあ、どちらかというとロングカウンター警戒で、はい、まあ、ちょっとディフェンスラインに速い選手を置くで、まあ、保持でちょっと
サイドバックでうまく中盤化できる選手って考えると、うんまあ、そういう形でもありかなっていう個人的には考えてます、うん、あと特にコスタリカ戦とかコスタリカが、まあ、ちょっと直近のテストマッチ見てないんであれなんですけど4バック使わないで5バック使ってきてしっかり守ってくると、うん、日本って5バック使われた場合アジアの国でも崩せないんですよ、うん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 、ってなると本気のワールドカップのコスタリカに、はい、あの楽観的に崩せるとかここは勝ち点3取れるっていうのを結構危ないと僕は思っていて、バッチバチに固められた場合、はい、ってなると2つ重要なのはあの伊藤さんさっきおっしゃった三笘先発とか伊藤純也とか、うん、サイドの突破力でもウイングバックのところを1個で剥がしてもらって、はい、いくのとう、ねうん、もう1つは3バックってあの真ん中2枚じゃなくて3枚で固めてるんで前に潰しに行きやすいんですよ、うんうんうん、なんでそこにワントップが普通にずっといるといる意味なくなるんですよそこにボールが入ってくるんで、はいはいはい、でこれゼロトップだと降りてって後ろで起点作って回してあのサイドの1対1作れるんで、うん、本当コスタリカ戦こそ降りてってゲームメイク絡めるあのゼロトップそれこそ南野だったり久保とか、はい、なんかそういう鎌田とかでもいいです、うん、そういう選手を下ろしてウイングのところで勝負させるってサッカーやるのとかは、まあ、見てみたいって気持ちあります、うん、そうだねだから久保なんかもやっぱり固定しない方がいいからな久保は本当はどんどん動いた方がいいからね特性はサイドじゃないですよねそう、うん、なんですけど南野もそうだしどこもできるっていうここにいてプレーしなさいって言ってできる選手ってなかなか日本は少ないんだよね、うん、だからゼロトップみたいな方が機能するなよ、うん、誰がどこに行ってもいいよっていうこの辺はね、うん、と思うんだよね特にサイドとかで強烈な、まあ、三笘選手はいますけど強烈な個でガンガン行くっていう選手あんまりいないじゃないですかだってブラジルの時はもう完全に抑えられて、はい、両サイド、うん、勝負したって全部取られちゃうんだから、うんうんうん、で結構コスタリカのファイブバックかなりスペース埋めて戦ってくるんで、はい、伊藤とか三笘が突破できたとしても4バックと違ってすぐカバーくるんですそうですねもうすぐですね本当はチームで戦うんだったら振ってサイドバックが後ろから上がっていくサポートで2対1作ってあげるのがいいんですけど、うん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 、それをやれるチームじゃないんで結果個人に頼るしかもう現状はないって感じですなるほどもしかも三笘伊藤の斜めの飛び出しですよ。スリーバックだったら前こう潰す意識が強いんです、はい、その逆転取って、うんまあ、久保南野、まあ、僕は大迫がいいと思ってるんですけどいないから久保南野でゼロトップ気味にちょっと中盤に近い位置を取れば、はい、そこに出てきてこの段差ができるんですよね、うんうん、そこに両側から出てくっていう、うんうん、じゃあだから久保とかじゃなくて伊藤あの三笘とかだとそこに飛び出すスピードもそうです、ねまあ、あるのでスペース作って出ていくっていうね、はい、結構有効だなと思います、うんじゃあ本当みんなが思ってたのこの 3カ国が発表されたときに、まあ、ドイツ、スペインは厳しいかもしれないけどやっぱそれに比べたらコスタリカも見劣りするよねって正直思った人が多いと思うんですけど、うん、そんな簡単じゃないぞと、うん、相性で言うとコスタリカ戦い方で言うと一番相性悪いと思うあそうなんだ、はい、でも向こうもそう思ってるからね日本がもう3ポイントの、まあそうでしょうね、ターゲットだというのはまあ間違いないと思うんだよね、はい、お互いそう思ってるんですよねでも、はい、コスタリカ同行の前に2戦目なんで、うん、この2戦目で勝ち点3取らないと、はい、3戦目が結構苦しい条件になるんですよそうですね1戦目どうあれね1戦目どうあれ、うん、1戦目が勝ってもその2戦目取れなかったら3点4点で止まっちゃうんで3戦目苦しくなるし、うん、どっちにしろ2戦目は3点取りたいんですよ、うん、大きいよね、うん、相手が誰でもね、うん、はい